ありえない話なんですけど、ガムをね踏んでなぜかお風呂に入ってたんですよね。裸足の状態でどっかでガム踏んできとるんですよ。でこれもうね、それを取ろうと思ってね、こすったりしたら余計ねへばりついて取れないんで、ちょっとねネットでねガムの落とし方を調べてみたんで、ちょっとやってみようと思います。オリーブオイルがガムを溶かすって聞いたんで、ちょっとやってみます。おお、全然取れんかったの。取れる取れる、ほんまに取れるじゃん。おお、一切なくなった。おお、すごい、オリーブオイル、ひー、見事に綺麗になりました。検証結果、ガムをついたときはオリーブオイルで取ると良い。なぜ浴槽についたかは今でも謎です。はい、というわけで風呂場で浴槽にガムがついたとき、まあないとは思うんですけど、オリーブオイルが有効です。ではまあなんかね、いろいろ見たら服についたときもオリーブオイル有効みたいですよ。チャンネル